ボーグ。ボーグは、スタートレックシリーズに登場する、架空の機械生命体の集合体である。初出は、新スタートレックのエピソード、旧風、日本語訳名、無限の大宇宙である。初めて姿を現したのは前期の作品であるが、それ以前に別エピソード、ズニュートロルゾーン、日本語訳名、突然の訪問者での謎の破壊者の正体として、存在自体は、示唆されている。 その最大の特徴は侵略の対象が文化や技術そのものにある点にある。領土や財価、個人といったものには興味を示さず、特定の種族の持つ文明、文化そのものを吸収同化していくという特徴は、防具を従来の SF 作品に登場する侵略型エイリアンとは一線を隠す得意な存在へと昇華させた。物語中、防具は 同化と呼ばれる強制的な細胞具化により、自組織へと他のヒューマノイド、人間を取り込もうとする存在として描かれた。防具は全メンバーの意識を常時共有している。性質上一人称単数の意思は存在せず、常に自分たちのことを我々と表現する。これは一人だけを相手に知っていてもその答えはこのように表現する。同化の際に我々は防具だ。お前たちは同化される。 抵抗は無意味だという一方的通告をする。ボーグらは一変数キロメートルにも及ぶ巨大な宇宙船に乗り、宇宙空間内をワープ及びトランスワープを使って高速で移動する。これら防具宇宙船は立方体系を防具キューブ、球状体系を防具スフィアと呼ばれ、様々な星の知的生命体を同化して、その科学技術を吸収することで自己進化を推し進めている。 ケイゾ存人に関しては、知識も技術も低レベルで同化する価値すらないとして、遭遇しても同化しなかったとボイジャーに乗船したセブン・オブ・ナインは語っている。防具に所属する生命体のことをドローンと呼ぶ。なおドローンは、もともとはオスバチなど社会性昆虫における繁殖を担う個体群のことだが、無人探査機もこう呼び、むしろ防具におけるドローンは、 後者の意味合いで集合体における末端レベルでの調査や各種作業といった活動をするシステム端末のイメージが強い。各々の,の,のドローンは生体と機械とが融合しており不可分である。外科的に取り外したり再度取り付けたりは可能である。また一体の防具が周囲の生命体を同化することでも仲間を増やすことができ。ドローンには 個人という概念がなく脳に直結された通信装置で常に情報を共有している。この通信内容は見聞きした感覚的な情報から考えたり思ったりしたことまでもお伝え合っている。防具には自分という概念がなく集合体という共有意識を持って活動している。そして各々のドローンはその組織内の一部品として扱われ、また死んだ。 防具ドローンに蓄積された情報はに、防具全体に伝えられているため、ドローン個人の死は、防具社会、集合体ではあまり気にされない。ただし、シンスタートレックでは、事故によって、集合体から断絶してしまったために、集合体から完全に取り残されてしまい、各ドローンが 1701D のピカード、艦長らにより、個人という概念を与えられ、 精神的に個人として自立しているという一団も登場した。ドローンとして生きることは神経に負担がかかるため、神経細胞が急速に劣化する。そこで一定期間活動した後、所定の装置に入って立ったまま休み神経細胞を再生する必要がある。この間、ドローンの意識はない状態で、また、ドローン自身のセンサーも休眠状態にあるが、このまま、 脳内通信機による情報交換は活発に行っていて、再生を終えたドローンはすぐさま所定の仕事を行うことができる。初登場した新スタートレックのエピソード、急風、無限の大宇宙や、その他のエピソードでも見られるように、同化するつもりがなく、敵意もないと判断すれば、例えばオ船や同化したに、ヒューマノイドが乗船しても意に返さず、ただ通り過ぎるだけである。 防具はうかという特殊な方法で仲間を増やすことができる。動化とは、ヒューマノイド生命体の体内に、ドローンが、ナノプローブという極小機械、ナノマシンの超進カバンを注入する方法である。動化されたヒューマノイドはすぐに全身にインプラント、埋め込み装置が出現し、これに伴って、脳内の通信機も形成されるため、個人という意識がなくなり、 集合体の一部となった後、防具キューブ内などで本格的なサイボーグ手術が行われるナノプローブにより免疫が制御されるため手術が容易となっている。また防具はどうかにより繁殖ができない時には人工受精により仲間を増やすことができる。通常の生物のようには繁殖せず、恋愛の感情は精神同一集合なので普通の人間のように抱くことはない。 人工受精の際には、胎児の段階で、ナノプローブを投与されており、人工的な装置の中で育成されるが、自分で動けるような年齢に達すると、この装置から出され、仕事が与えられ、成長とともにパーツを移植されていく。なおドローンは、必要な情報はいつでも、集合体の記憶装置から与えられるため、義務教育などの一般的な学校制度もない。 ドローン死亡時には解体され、再利用可能なパーツを取り外される。ヒューマノイド生命体の他にも、その生命体の宇宙船も船へ進行した、防具ドローンにより改造され、環境設定も防具に適した高温多湿な環境に、設定し直されることがある。防具の設備は、自己再生能力があるため、除去には、かなりの手間を要する。なお、防具インベージョン 4D では、 地球人の中に稀に防具の同化プロセスに対して先天的に強い抵抗力を持つ遺伝形質のものが生まれることがあるとされている。防具集合体には全体の支配者として女王防具クイーンが存在し、その社会は侍やリ等の社会性昆虫のそれに酷似しており、日々多知的生命体の同化活動に邁進している。 防具は同化していない種族を見つけると、その種族の程度を調査し、同化に値する価値があると判断した場合には、すぐに同化する手段に出る。彼らが同化をする理由は、火の打ちどころのない完全なる生命体を目指しているからであり、同化により、新たなテクノロジーを吸収していく。ただし彼らの興味は、あくまでも対象が持つ科学技術や知識であるため、 文明のレベルが低く同化する価値がないとみなされた種族はその存在が無視されることもある今日現在の地球に防具を訪れたとしても無視される可能性は極めて高いまた個人や個体には興味を示さないため防具キューブに人間が入り込み活動を行っても完全に無視しているただし防具に対して敵対的な行動を取れば 直ちに排除対象となり苛烈な攻撃にさらされることになる。こうした行動から、防具は悪意ある存在と思われがちであるが、彼らからすればあくまでも、共に究極の生命体を目指そうという一種の善意とも、言える原理に則っ,った行動をとっているだけである。ほぼ日常的に立ち的生命社会への襲撃と、同化という略奪行為によって、日々を過ごしており、 技術的な開発を除いては、防具自身が文明と呼べるレベルの創造的な活動を行うことはない。いわゆる文化や芸術と呼ばれる、非生産的だが情動に働きかける要素に価値を見出している様子も見られず、このため防具の生活において個体が精神を楽しませる芸術的な活動をしていたり、防具キューブやスフィア内に装飾がなされている様子も見られない。技術面における、 機能性と効率を最重視した結果、それらの防具関連施設の内部は、工場や大規模工業施設群に酷似する。これまで述べた通り、同化されたヒューマノイドは、防具社会の歯車と化し、こう失ってしまう。しかし100万人に、一人の割合で存在する劣勢変異体を持つ、ドローンは、再生の眠りについている間に限り防具、集合体とは別の集合意識を形成している。 それが、スタートレック、ボイジャー第146は、聖域ユニマトリックスゼロで描かれたユニマトリックスゼロである。その仮想世界では、どうか前の姿と人格を取り戻して、人生を謳歌しているが、再生が終わると、その記憶が失われてしまう。セブン・オブ・ナインも、このユニマトリックスゼロに所属していた。彼らには武器に対応、適合する能力があるので、同じ武器は、 数回しか通じず、倒しても次々と他のドローンが転送されてくるので、襲撃を受けた場合、ほぼ同化は免れない。なお、シンスタートレックにおいて、エンタープライズのクルーたちは、発射の度に、フェイザー銃の周波数を乱数的に自動で変えることにより防具の対応を混乱させ、被害を最小限に止めることに成功している。では、 ナノプローブを拒絶してしまうほどの免疫力を持った種族生命体8472が現れ技術の吸収ができなかった防具は一方的に撃退され続けた。またの時代でナノプローブはオミクロン粒子に弱いことが判明し実際ナノプローブを注入されたフロックスは自身の体にこれを照射して完全に除去することに成功しているが 後の時代で通用するかは不明である。なお防具のテクノロジーは記憶バンクに蓄えられ、カタログ化されている様子も見られ、一度受けた現象、攻撃を含むに対する対応を過去のデータと称号、対応策を導き出すことができる。しかし、この称号システムは何らかの現象に遭遇した際に、それを観測、分析する展開から、少なくとも一回は、 相手からの対応を受け入れるため、どうしても受動的になる、相気道でも似た対戦になるため、いささか対戦的に不利である。つまり、即興的なアイデア、発想をもとに、先行するとの行動が行えない。また、極めて同質性の高い社会のため、例えば生命体8472による、襲撃など、従来のパターンだと対処が行えない敵と遭遇した場合、 極めて短期間で大規模な被害を受けることがある。一定の周期性がある現象への対応なら、得意だが、完全に乱数化した現象のように、変化が継続する、流動的な事態には、対応不能に陥ったりもする。前述の自動変調フェイザーによる防衛も、それらの変則的な事態に対応が固い、防具の弱点が露呈した状態と言える。また、 体制を作る関係から最低1回の攻撃を受ける必要があり、ハッキングやコンピューターウイルスのように1回で集合体の全体に影響が及ぶ攻撃も増えてとする傾向にあり、その一例にスタートレック・ボイジャーでは未来から来たジェインウェイ提督が自らに神経妖怪ウイルスを注入してから同化したことで多くの防具が混乱した。防具に捕まった。 生命体は、すぐさまどうかという処置が施され洗脳される。これは、言い換えれば、個人の人格を殺すことでもあるため、多くの作中に登場する種族の間では、殺人以上に忌み嫌われている。しかしその技術は高く、しばしば、防具テクノロジーは、他種族の関心の的となる。個々の防具ドローンが置かれた環境で性質が変化する場合もあり、このあたりは、 ストーリーのエッセンスとして、たびたび扱われている。個人という人格を持たない防具は、地球進行にあたり宇宙艦隊に対する、スポークスマンを必要としたため、艦長としての知識と経験が豊富な、ジャン・リュック・ピカードを拉致、防具の代弁者ロキュータスへと改造した。通常は、ドローンとされたものの人格は破壊されたに等しいため、期間の長短にかかわらず、 人間の生理機能に完全に戻すことは非常に困難となるが、ピカードの場合は、艦長としての知識と経験を利用する必要からか、彼の自我を破壊するほどの動画は行われなかった模様である。結局、エンタープライズ D のクルーにダッシュされ、後の治療でピカードに戻ったが、ロキュータスであった際の状況を、ピカードは明確に記憶しており、自分が動画されたために、 ウルフ359の戦いで、幾千もの同胞を死にいたらしめた事実はピカードに大きなトラウマを残した。映画、ファーストコンタクトでは、ピカードが、ボーグクイーンと対等な存在になるチャンスがあったと描かれていた。なお、ロキュータスというネーミングは、ラテン語のデポネント同士ロケワル、語るの過去分子ロクトス、ロクートスに由来する。 アーゴリス星団に不時期した防具偵察船から USS エンタープライズ D に回収される。防具集合体から離れ、クルーと接することで自我が確立され、サードオブファイブが正式名称だが、ジョーディラ法事によってブルー、言語ではヒューと名付けられた。彼は人間社会の中で女で資料深い性格を身につけた。エンタープライズのクルーは葛藤はあったものの、 最終的には、悪意なくブルーを集合体に返すが、防具内では異質の存在であり、周囲のものまでもが彼の考えや態度に影響され、自我に目覚めさせられることとなった。集合意識ではない、この概念に直面した彼らは、自己の存在意義や、存在目的を見出せず、混乱は、ブルーのいる、キューブ全体に波及し、バラバラの状態となった。そこに、 データの兄である、ローアが現れて、リーダーとなったことで、事態は収束する。しかしローアは、自分の掌握した防具たちを使って、事件を起こす。に登場した、セブン・オブ・ナインは、幼い頃に、防具に同化され、この両親初共同化した防具の中で育った一人だが、その両親は防具を研究しており、しばしばドローンを転送で捕獲しては調べていた。 その研究の様子を描写したシーンによれば、防具の探査装置には一定の癖があり、うまくシールド調整をすれば、防具キューブからの探索を逃げられるとしている。また同シーンでは、防具は宇宙船に窓を設けて、宇宙を眺めたりしないので、センサーさえ騙せれば、防具キューブに接近しても感知されない、ともしている。このほか、防具ドローンの脇腹層甲板の裏側にはスイッチがあり、 これを手動操作することでドローンを休眠状態にすることができる模様だ。ボイジャー作中において防具ドローンとしてのアイデンティティを持つセブン・オブ・ナインは生命体8472に対する防具と USS ボイジャーの共同戦線のために連絡役として派遣され問題が解決するとボイジャーの同化を命ぜられた。しかし逆にボイジャーのクルーラに捕獲され失敗。 集合体から切り離されてしまったために、ボイジャーに残ることとなる。そこで、普通の人間としての生活を余儀なくされたが、キャスリン・ジェインウェイガ長や他のクルーと生活するうちに、人間らしさを取り戻している。しかし最初のうちは、集合体内では絶えず、周囲にあった集合体意識がなくなったために混乱し、強い孤独感を訴えたりしていた。 なおセブン・オブ・ナインは後に同化を強要する防具のあり方に反発、防具クイーンと対峙して、ジェインウェイを助けた。またデルタ・フライヤー開発では、自身の持つ防具テクノロジーを提供したりもしている。またキャスリン・ジェインウェイ、トボック、ベラナ・トレスの3人は、防具クイーンの元に潜入するために、防具に捕らわれ、故意に、ドローンに改造されたことがある。 その際はあらかじめ自我を保つ処置を行っていたが、トゥボックは危うく、精神的にも同化されかけていた。その後は三人ともドクターの治療により、人間に戻されている。防具は他の種族に生命体番号と呼ばれる独自の番号をつけ、種族名ではなく、生命体といった具合に故障している。生命体番号が付けられるのは、遭遇時の瞬間であり、 未だ動画が成功していない種族にも番号が付けられる。シリーズ中判明している生命体番号は以下の通りである。正式な種族名が判明していないものを含めると、西暦2376年の時点で生命体番号は1026まで存在していることがスター・トレック・ボイジャーにおいて語られている。防具の技術力は作中に スー登場する異星人の中でもズバ抜けて高度なものであり、球や予言者などすべての物理法則を無視して活動できる高次元生命体を別とすれば正面決戦で防具に打ち勝つのは極めて困難である。実際のところ防具の侵略は大抵が一方的なもので抵抗らしい抵抗を成し得た種族は少ない。しかしほぼ無敵とみなされている防具にも 強敵と呼べる種族は存在する。物理的な技術をもって防具を撃退したのは、今のところは、惑星連邦と生命体8472だけである。特に d s q 以降では、ディファイアント級及びソブレイン、ソベリン級高中間やプロメテウス高中間、パルスフェイザー、量子魚雷などの対防具技術が多く登場している。また25世紀初めには、 惑星連邦宇宙艦隊とクリンゴオン帝国防衛軍が共同で、タイボーグ特殊部隊、バトルグループオーガを設立した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。